カーステン・バングスネスは、アメリカ合衆国の女優。ペネロープ・ガルシア・エン、カーステン・バングスネス、日本語吹き替え、斉藤キミコ出演、シーズン 1FBI 特別捜査官、シーズン3時点で30歳。コンピュータネットワークを駆使し、事件解決のヒントとなる、様々な情報を提供する。ハッキングもお手のもの。捜査のリアルタイム情報源として、 多大な役割を担っている。基本的に内勤で自らの専用コンピュータ室を持つが、シーズン6で JJ が移動となってからは、障害担当特別捜査官を兼務しその役割の一部を肩代わりしたりしていたが、無理がありすぎると、悟り障害担当官としての役割は、こっちに譲った。しかしその後もミッションブリーフィングなどではオペレーターを担当。 これは JJ がプロファイラーとして復帰した後も続けている。仕事柄扱わざるを得ない残酷な死体写真などを見ることを嫌い、陰惨な事件を扱う気を晴らすためにも、おしゃれなメガネをかけ、足種多ようなヘアスタイルを持ち、ヘアエクステンションをつけたり、ブロンドを赤毛に染め替えたり、派手な服装ともども、コンピュータ室の内装も飾り立てる。左利き、ファッションセンス同様、言動も、 ユーモラスでユニーク。モーガンとの掛け合い漫才のような会話は日常で、仕事の連絡や伝達にもジョークを盛り込み、時には、ホっちに渋い顔をされることも。だがその実時に一倍繊細で優しい心を持ち、専用室や自分の身を個性的に飾り立てることで、常時過酷な事件や、画像類と接する辛さから自分を守っている。メンバーとは、講師ともども付き合いを大事にし、 一人数と家族だと常々言っており、何よりも大切に思い、守りたいと願っている。モーガンとは兄弟のように特に仲がいい。シーズン3、悪魔の囁き、ペネロープで2発の銃弾を受け負傷。その際に発覚した彼女のとある行為が問題視され、一時停職を命じられたが、後に復帰。この事件において FBI 入局の行き札が、 明らかになる。両親を一度に交通事故で亡くした後、カリフォルニア工科大学を中退し引きこもっていたが、暗号学は独学で続け、クラッカーとして、ブラックリストの上位一握りの能力を発揮していたところを FBI にリクルートされたのだ。この過去により、シーズン1、FBI vs.CIA において、CIA 内での分析調査は、 立ち入り拒否された理由が判明する。不詳療養中に、彼女の代わりに、コンピュータ分析を命ぜられた、同じ分析官、ケビン・リンチと付き合い始める。彼女のシステムを見て、めちゃ、いい女っすね、とケビンは会う前からガルシアに見せられていた。だがガルシアには結婚願望はなかったため、ケビンに結婚を求められた時に別れている。FBI に入る前、 お手製のピンクの履歴書を提出したことをシーズン6でホッチによって指摘されている。シーズン9で過去に動物愛護活動家として動物実験を行っていた化粧品会社にクラッキングを行っていたところを FBI に逮捕されるが、この捜査を担当していたホッチナーに彼女の才能と良心を認められ、収監されるか、 FBI で悪者を追うかの選択を迫られ、後者を選んだことが明かされる。ありがとうございます。